はい、皆さん、えー、こんにちは。はい、本日はですね、6月の13日の木曜日、えー、になっております、えー。今週に入ってですね、もうね、週の半ば、もう過ぎようとしておりますね。もう、ね、週末ももうすぐですけどもね、週末に向けて、もうちょっとね、えー、頑張っていこうかなという方も多いんじゃないかなと思います。私は毎日ほとんど同じような状況ですけども、えー、本日もね、えー、頑張ってこの YouTube のね、動画撮っていきたいなというふうに思っております。はい、でですね、 えー、まあ,あの本日木曜日なんでまたあの女性週刊誌等ね出てるんですけども、えー、しばらくですねこの話題というか KK、まあ、息子小室圭氏の話なんですけどもしばらくですね、えー、情報がねピタッと止まっておりましたよね例のあのニューヨークの郊外のですねコネチカット州のスタンフォードに、えーまあ、転居しただろうというような、えーまあ、実際の、ね、週刊誌の話等が出ておりましたけどもそこからですね ピタッと、まあ、情報統制だと思いますけども、一切入ってこなくなっておりました。なんですけども、そういった中でですね、えー、その KK 息子の今現在の職務の状況で、えー、その職場において変化があったよ、いよいよもってですね、KK、えー、息子の仕事が奪われるのではないか、いよいよニューヨーク生活も終わりかもよ、みたいなね、えー、そういったような話題が入ってきましたので、えー、ぜひ皆さんにもね、情報共有ということで、お話しさせてもらいます。最後までぜひね、ご覧ください。 はい。ということで、まずね、ご覧になっていただいているのは、えー、まあ、これはね、ローエン・スティン・サンドラーの今現在のホームページの内容でですね、 えーまあ、小室圭氏の、えー、状況というか、ですね、実際の職責だとかタイトルだとかね、えー、今までの過去の職務の内容だとか、そういったような英文での、えー、実際綴られているような内容に関しては、彼のプロフィール上別に変わっていることはありません。まあ、いつものごとくのこのね、えー、にやけている写真とですね、まあ、彼の名前と実際の連絡先だとか、E メールアドレス等が入っているような、 内容がそのままローウェンスティン・サンドラーのホームページ上に並んでますということでここら辺は変わってませんね。で問題なのは今からねいろいろお話しさせてもらいますけども実は彼のそのグローバルトレーダーのナショナルセキュリティすなわちね世界貿易と国家安全保障に関わる部門彼が所属しておりますよねその部門においてまあおそらくは彼の上司にあたるですね2人の実際の弁護士の方が いなくなっちゃったということで消えちゃったということでいよいよもってですねやばいんじゃないの実際彼の仕事もやばいんじゃないのかなっていったような話ですで次のページなんですがはいこれがですね具体的にね話に上がってるような内容なんですけどもはい実は今言いましたように小室圭氏のですね職場から上司の2人が消えちゃったというようなことなわけですね まあ、あの、彼の状況というとですね、えー、先ほども言いましたように、コネチカット州のスタンフォードに、おそらくは転居しただろうというような中で、まあ、写真なんかもね、えー、バチバチ撮られておりましたけども、そういったような情報の中でね、えー、今現在ね、えー、あのね、転居の話があってからずっと、それこそ1ヶ月、2ヶ月ぐらい経ちますかね、 えもうずっとね、情報が途絶えておりましたよね。完全なこの情報統制だと思いますけども、そういった中で入ってきたような話。でですね、えー、まあ今からまたお見せしますけども、この小室圭氏においては、以前からね、5つの肩書きがあった、みたいなことで、仕事がいっぱいで大変だな、みたいなね、話も出ておりましたけども、えー、ちょっとね、これもご覧くださいということで、 まあこれがね、俗に言われるような、彼のね、5つのえ肩書きということで、Related Areas ということで、彼のね、実際のそのえまあ個人プロフィールに書いておりますけども、まずは CFUIS ィィと言われる、これもね、以前にも私も説明させてもらいましたけど、これはですね、Committing on Foreign Investment in the United States と言われる、略称で CFUIS ィィというふうに言われておりますけども、これはアメリカね、合衆国の政府機関で、 要はアメリカの企業だとか事業への外国の直接投資の国家安全保障への影響、そういったようなところを管理しているような国の機関なわけですね。まあそういったような国の機関に関連するような仕事だとか、 もしくは G ブリッジと言われるね、一般企業と、そういったアメリカのね、政府機関だとか、もうお役所に絡むようなね、そういったような仕事、そしてコーポレート、イマージンカンパニーベンチャーキャピタル、すなわちですね、新興企業等へのその一般の俗に言われるエンジ,エンジェル投資だとかね、もしくはその M&A に絡むような業務だとか、ベンチャーキャピタルインベストメント、すなわちそういったような投資に関わる業務、 まあそういったようなね一般企業にまつわるようなこともしくはアメリカの政府機関にまつわるような関連そういったようななんと5つの肩書きを持っていてですね、えー、大変だ仕事がいっぱいだみたいなことも以前から言われておりますけど果たしてそうなんでしょうか私は前から言ってる時のように全く逆の意見ですけどねで、えー、ちょっとまた先ほ,ど先ほどの黒板に戻りますけども でえ、そういった中でですね、上の方に書かれている通り、5つの肩書を持って本当に忙しいんですかそしてですね、前から週刊誌の、ね、記事なんかで言われておりますけども、まあ日経企業に経験息子がねえ、飛び込みの電話をかけて営業活動をしている本当に忙しいね、みたいなことをまあね、在米のそのジャーナリストの方がいつものごとく言っているっていう話だけど、本当にそうなんですかね。でも実態はというようなことで、 えー、出社は月に2回、まあ、以前はね黒塗りの車で出社しているみたいなことも言われておりましたけどもで、えー、そのコネチカット州のね、えーまあ、自宅のマンションでリモート勤務をしているのではないかというようなことが言われておりますけど本当に忙しかったらさそんなさ月2回ほどの出社で済むんですかみたいな感じですよね。 まあそういったようなことで本当に、えー、この経験息子本当に仕事をしているのか全くもって疑わしいばかしなんですけどもそういった中で、えー、先ほどから言われ、ね、ちょっと言っている通りですねグローバルトライダーのナショナルセキュリティ彼が、えー、所属している部門の上司が2人消えちゃったよというようなことですまあこれもね まあ、アメリカのね、えー、まあ、ローファームというかね、法律事務所ですので、まあ、当然ね、えー、まあ、個人事業主の集まりのような集団ですから、まあ、別に二人いなくなってもね、別に普通のね、ことでしょうというふうに思われますけども、ただ、えー、その内容というのがね、ちょっと下に書いてある通りですね、えー、実は、 えー、その俗に言われるようなチャットボットサービスすなわちねチャット GPT を使ったような要は顧客の相談窓口がですね実際にこのチャット GPT を使って要は弁護士の仕事が奪われ、えー、始めているといったような話らしいんですねまあそういったような影響もあっておそらくは彼の上司もね他の事務所に転職したのかっていうようなことで どうもですね、彼の所属している部門においていろんなね、えー、ことが起きているようだというようなことらしいですね。でですね、まあ、彼のタイトル、まあ、先ほどもねご覧になっていただいた通りですね、アソシエイトなわけですね。まあ、通常ですね、こういったような、えーまあ、弁護士事務所、法律事務所で、まあ、上の人っていうのは、 えー、当然そのパートナーと言われるような人でそういったようなパートナーと言われる人がその部門を統括していて下にその一般の弁護士であるねアソシエートというような人がいるわけですよね。すなわち彼のポジションというのはまだまだ、えー、新米の弁護士すなわちですね下っ端なわけです。 それでもさ、なんか年収が4000万だとか、いずれ1億になるんじゃないか、みたいな報道も以前,以前ありましたけどね。あんなのはっきり言って私から言わせら、何言ってるんだ、みたいな話ですけどね。ほとんどろくな仕事はしていないわけですよ。と言ったような中で、この下っ端のアソシエイトの人、で、なおかつ上司の人がね、2人逃げちゃった、みたいなことがあるらしくて、で、仕事の内容が今言ったように、チャットボットサービスをね、クライアントに対して、えー、し始めた。すなわちですね、 もともとこのアソシエイトとして、KK 息子がしていたような、まあ、おそらくリモートでしていたんじゃないでしょうかね、この顧客に対するサービス、こういったような仕事もついにですね、奪われ始めてしまった、ちゃんちゃんということで、いよいよもってですね、このローウェンスティン・サンドラの中の、この KK 息子のね、ポジションも危ういのではないか、完全終了かもよ、みたいな話も出てきたので、皆さんにお伝えしているような次第なわけですけどね。 まああ可能性は十分あるよねだってこんなさ月に2回しか職場に、えー、ね実際勤務していないような人で黒塗りの車で出勤をしていてなおかつですねおそらくは今現在このチャットボットサービスで行われているような顧客へのね実際の相談窓口それをやっているとすればそういったような仕事も奪われる。ね。 で、日系企業に飛び込みの電話をしたとしても、したとしてもですね、当然その日系企業の法務担当者の人としてはですね、この KK 息子の以前のね、まあ、悪評というかそういったようなことを知っているわけですよ。当然そういったような人をね、例えば顧問弁護士としてね、このロー,エンステインローエンステインサンドラの弁護士を雇うでしょうか。雇うわけないよね。その企業のね、イメージが悪くなっちゃうよ、みたいな感じですからね。まあ当然雇うわけはないわけですよね。 ますます持って仕事がなくなってきた経 k 息子小室圭さん果たしてこれからどうなるんでしょうかというようなことですよねで一番下にねはい彼の前お得意のフレーズッドイット b ー、なんとかなるよこれもいよいよ正念場になっているのではないかちゃんちゃんといったような記事が上がっておりましたのでえ今朝方早くね、出ている女性セブンがえこういったような記事を出しておりますあのー おそらくね、この二人の弁護士の方、えー、まあこのローウェンステイン・サンドラの事務所を去ったということですけど、まあ、どなたが、ね、去ったかそこまで調べておりませんけどね、えー、まあ実際にこういったような、まあ、個人事業主の集まりのような、ね、そういったような法律事務所ですので、まあ、当然その人がいなくなる、ね、出入りが激しい、まあ、これはアメリカの当然事務所でもありますので、当たり前のことだというふうに思わざるを得ませんけどね、ただやっぱりこの、ね、チャットボットサービスによって、 顧客へのサービス業務、一つの業務がね、えー、弁護士が奪われ始めている。これは事実でしょうね。これは弁護士、えー、業務にかかわらずね、こういったような、えー、顧客へのね、実際のサービス業務を行っている。例えばですけども、まあ、弁護士に限らずね、えー、それこそ、えー、まあね、私が携わっているような会計士の仕事だってね、やっぱりそういったような相談というようなことであれば、こういったチャット、 チャット GPT というかね、そういったようなところに AI に奪われる。当然これからあるでしょうしね。まあそういったような波がいよいよローウェン、ステイン、サンドラーにもブワーッと来ている。果たしてこれからですね、KK 息子どうなるのかみたいなね。KK 息子どうなるのかイコールですね、このトンズラエムコさんへの影響もあるわけですね。そういったようなことだと思います。一旦変えますね。 はい、といたようなことでね、えー、久しぶりにね、KK、えー、息子、そしてですね、豚蔵夫妻の話をね、えー、いたしております。ということで、もう本当にね、えー、冒頭でお話ししましたように、この夫婦の話題というかね、話に関しては情報一切入ってきませんもんね。まあ、まあ、そういったような中で、えーまあ、女性セブンがね、久しぶりに出してきたような記事なので、紹介させてもらったんですけども、まあ、今お話ししましたようにね、まあ、弁護士業務、 まあせっかく取った資格、まあはっきり言ってインチキ資格だけどね、あえて言いますよ。このインチキ資格ね、彼の場合はね、まあそういったようなもの、そのインチキ資格に関してね、いよいよですね、こうやってね、そのインチキ度合いがね、こうやってペラペラとね、えー、剥がれ始めてきたといったようなことではないでしょうかね。だってさ、月に2回しか出社しなくてね、 なおかつですね、えー、何をやってるか分かんない。まあ自宅からね、えー、その日経企業に関して飛び込み電、飛び込み営業本当にやってるかも分かりませんけど、一体全体この人ね、自宅で何をやってるんでしょうね。まあそういった中でさ、それこそ週刊誌が言ってるような年収がね、4000万だとか6000万だとか1億にもなるかもしれない。そんなわけねえだろ、みたいなことだと思いますね。まあこれはあくまで私の憶測的な話ですけども、普通に考えればね、 仕事やってないわけだから、そんなお金もらえるわけないよね。当たり前ですよね。ということだと思います。はい、今回もありがとうございました。それでは、バイバイ。